エドワード・マクダウェルエドワード・アレグザンダー・マクダウェルは19世紀末のアメリカ合衆国を代表するロマン主義音楽の作曲家、ピアニスト、大学教授。たくさんのピアノ商品や2つのピアノ競争曲で有名。スコットランド系移民の父親とアイルランド系移民の母親の間に生まれた。なお、マクダウェルの読みは日本ではマクダウェルで知られているが実際の発音は 青マイナスが20ボインとなり、マクダウルに近い。マクダウェル家はニューヨークで宿泊所を営んでおり、しばしば国外からの音楽家が長期滞在するのに利用していた。マクダウェル少年はコロンビア出身のバイオリニスト、フアン・イトラーゴやベネズエラ出身のピアニスト、テレサ・カレーニョの二人に、ピアノと音楽の手ほどきを受け、学祭を認められた。 1877年に母親に連れられて、フランスに渡り、パリ音楽院により、入学資格を得る。同級生にはドビュッシーがいた。しかしながら、フランスの言語や文化習慣に馴染めず、留学先をドイツに変更、フランクフルトの方法音楽学校に席を置き、ピアノを学ぶ傍ら、校長よアヒムラフに作曲を指示、その愛弟子となる。 1879年にリストが同校を訪問した際に学生の作曲した作品によるコンサートが行われ、マクダウェルは自作の他にリストの公教師のピアノ用編曲を演奏した。ダルムシュタット音楽院でピアノ教師を1年務め、1884年にニューヨーク出身のアメリカ人女性でドイツでの教え子マリアン・ネビンズと結婚した。 マリアン夫人と1888年に壊れてアメリカ合衆国に帰国し、ボストンで音楽教師やピアニストとして活動を続けた。その後にコロンビア大学に招かれ音楽学部の主任教授に就任する傍ら男性合唱団メンデルス・ゾーン・グリー・クラブの指揮者なども引き受けている。公務に傍殺されるようになってからは作曲活動を夏に限るようになった。 1902年に辻馬車に跳ねられ、その後遺症により、心身の病に侵され始め、教団に復帰することができなくなる。メンデルス・ゾーン・グリー・クラブは、マクダウェルの闘病生活のために募金を行って、マリアン夫人を支えた。1908年に、全身麻痺により休止し、ニューハンプシャー州の秘書地ピーターバラに所有する山荘に埋葬された。晩年のマクダウェルは、 この別荘を文筆家や作曲家のために芸術家村として開放するプランを練っており、その意志はマリアン未亡人の尽力によりマクダウェルコロニーとして実現された。また、事故の年にはアメリカ文芸アカデミーの最初の会員にも選び出されている。マクダウェルは多感な時期からヨーロッパ生活が長く、そのため自らを精神的にはヨーロッパ文化、とりわけ ドイツやスカンジナビアの精神文化に帰化しているとさえ、みなしていた。ヨアヒムラフやリストラヨーロッパ屈指の才能との振興が、その自己評価に拍車をかけた。同時代のアメリカ合衆国については、文化水準の低い国とみなしており、自分はアメリカ楽団を指導するために帰国したのだと考えていた。その考えから、アメリカ音楽の発展のために、 東京人で自分と似たような経歴を持つアメリカ人作曲家、ジョージ・テンプルトン・ストロング・ジュニアに帰国を要請し、一時的にそれを実現させている。ヨーロッパ時代に作曲された作品は、このためメンデルス・ゾーンやシューマン、ショパンなどの影響が色濃く現れ出ている。自らが演奏するために作曲したピアノ競奏曲は、自分とファーストネームを同じくするクリーグへの系統の、 元に作曲されており、とりわけ第一番は、調整や曲奏などに、グリーグ作品との類似が指摘できる。グリーグからの影響は、帰国後の作品である4つの副題付きピアノソナタにも、当てはまる。リストの影響は、初期のいくつかの公共詞や、帰国後の2つの還元が組曲に認められ、オンシラフ譲りの卓抜なオーケストレーションが、印象深い。マクダウェルは、公共曲や、 室内学の本格的な創作には興味を示さず、ブラームスやドボルザーク、第二次ニューイングランド学派の作曲家については、その才能は認めるが作品は評価しないという態度で臨んだ。しかしながら、例外的にチャドウィックの諸作品を高く評価し、特にスコットランド系、アイルランド系移民のもたらした民謡にインスピレーションを得る姿勢をチャドウィックに習っている。 帰国後のマクダウェル作品、とりわけ1890年代から1900年代に作曲されたピアノ曲や歌曲に民族音楽を思わせる音組織やリズムが目立っているのはそのためである。マクダウェル作品の中で最も有名なノバラにドリキスはこのような作例の一つに過ぎない。一方で、成熟期のチャドウィックやゴッドシャルクが黒人やカリブ海の民族音楽に 海岸していったのに対して、晩年のマクダウェルは、アメリンディアンの民謡を火星付けするという手法で、作曲にも取り組んだ。還元学組曲第2番が、その最も有名な例である。歌曲の作曲は、ドイツ時代から取り組んでおり、そのため、ドイツ語の詩に、数多く曲付けした。中でもお気に入りの詩人は、ゲーテとハイネであった。一方、 メンデルスゾーン合唱団のために作曲された無伴奏合唱曲は英語詞を用いて作曲されている。日本ではマクダウェルの名とその作品は早くから流入しており、いくつかの歌曲はミュージカル作曲家シグマンドロンバーグのヒット曲と並んで大正時代に楽譜が出版されている。近年では炊飯器のテレビ CM 曲にノバラにアドリキスが使われた。 ありがとうございます。